日本北海道札幌市、白石区、南郷通南郷通り10丁目付近南郷通り13丁目付近、南郷通りは札幌市中央区から厚別区に至る都市計画道路であり、白石区の地名。区間により札幌市道や北海道道3号、札幌夕張線になる。通りの名称は中間地点にある南郷の地名に由来している。白石区菊水から 厚別区厚別南までの地下には札幌市営地下鉄東西線が走行している国道12号の混雑解消を目的として1974年に菊水歩道橋からもみじ台まで一部区間を除いた9 5 3トルが開通した。1986年には豊平川に架かる水宝橋が開通した。区間道路施設起点付近では 北海道旅客鉄道苗牧駅移転などを含む再開発苗牧駅周辺地区町づくり計画が進行している。東札幌には旧日本国有鉄道東札幌駅跡地を再開発した札幌コミュニケーションパーク空がある。札幌市営地下鉄東西線の駅周辺などに商業施設が立地しているほか2016年には白石駅に直結する。 白石福合庁舎がオープンした。また、第2東の北一条東10丁目、交差点付近には、札幌市水道局、南郷2には白石消防署に併設して、札幌市民防災センター、大谷地東の大谷地駅付近には、札幌市交通局、厚別中央には、札幌市青少年科学館や厚別区役所が立地している。南郷通は、 1882年に岩井沢七兵衛らが入植したことに始まる。その後、福井県、富山県、愛媛県、岩手県などから入植した混成団により開墾が進められた。地名の由来は明らかではないが、本通りより南部を南郷としたとされている。北海道道89号札幌環状線から厚別川までの通りに沿った細長い地域は、 住居表示が南号2となっており、1丁目から21丁目まである。南号2の北側は丁目の後ろに、北を、南側には南をつける。地下鉄、バス道路南号通り、南号2。ありがとうございます。